クロスオーバーチャンピオンとして絶対に負けられないと思ってるので、圧倒して勝ちたいと思います。この試合を乗り越えて、私はミネルヴァ代表としてミネルヴァでチャンピオンになりたいと思います。うまく戦う選手だなっていうふうに思います。あとパワフルで力もある選手だなって思います。足を使う選手だなっていう印象なので、まあ、一生懸命追うような形になるのかなというような感じ。今までで一番いい戦いをして楽しんでいただけるような試合をしたいと思っています。練習してきたことをしっかり本番で出せるように頑張りたいと思います。